今回は滋賀県栗東市にあるトリプルトゥーというお店を紹介します。このトリプルトゥーというお店は店内の商品が全て半額です。賞味期限切れの商品や、訳あり商品、傷などがついた商品を安く売っています。この辺りには、賞味期限切れですが普通に食べられる食品や飲料水が、置いてあります。とても、お買い得です。やっぱり食品コーナーにはたくさんのお客さんが、買い物に来てました。業務用の調味料や、ベビー用のミルク、介護食品、うまい棒やでっかいケチャップや、健康食品、調味料など、ありとあらゆる、食品があります。海外からの、輸入物の食品もあります。この日は、プロテインバーとあと飲料とかを買いました。この辺りは洗剤とかのコーナーで、中には、ちょっと高い商品もあったり安いのもあったりいろいろです。
この辺りは賞味期限が切れていないのでちょっと高めのジュースなどが、並んでます。カロリーメイトとか水とか、お得な値段で並んでました。この辺りはペット用品のコーナーや、カー用品のコーナーであまり人はいませんでした。アリエールの洗剤を思わず手に取りましたが、家にあったのを思い出してやめました。とても安くて、衝動買いしてしまう、してしまいます。
最後までご視聴いただき